皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ぎこちゃんです。モンストニュース見ましたか？見ました。ぎこちゃんは見ました。スパイファミリー第2弾なのかな。これは一応2弾ってことになるのかな。まあアルファっていうぐらいだから、まあ一応クリスマスガチャみたいなもんなのかな。うん、今回のモンストニュースで発表されなかったけど、クリスマスガチャはクリスマスガチャでまた別に来るのかな。別になんか今回スパイファミリーコラボ第2弾がクリスマスっぽさはないもんね。シンプルにその劇場版のホワイトなんちゃらと、なんとかホワイトかわかんないけど、とのコラボって感じだから、前回みたいに超獣神祭×スパイファミリーじゃなくて、もうスパイファミリー劇場版コラボ、スパイファミリーコラボだよね今回ね。うん、順当な、うん、混じりっけなしのさ、純粋なスパイファミリーコラボ。いやー嬉しい人多いんじゃないですか。俺ね、怪獣コラボとか言ってたけど、来るわけないんだよな来るわけないわけじゃないんだけど、うん、ジョジョ第3部の件があるから、ひょっとしたらひょっとすんのかなとかちょっと思ってたんだけど、うん、斜め右下行くのかなと思ってたんだけど、結構あらかじめ予想されていた、まあ票数の多かった、コラボがまあ来たのかなっていう、うん、そんな感じでしたね。ここ最近話題のものが来るっていうね。ていうかさ、本当にこれでタイトルの話に戻りますけど、モンストマジ終わってるでしょこれ。なんでここでさ、ねえ、まあ、スパイファミリーコラボに文句言いたいわけじゃなくてさ、ロイドアルファみんな見た？あれなんかストライクショット強すぎでしょ。まあ28ターン結構ターン数が必要とはいえ、 SS ターンチャージもあるし、なんかね、天魔2ってそんなにぶっちゃけ壊れてないじゃん。別にコンセプト壊れてないじゃん。でもあいつもそうだね、まあロイドアルファも結局コンセプトは壊してないんですよ。コンセプトは壊してないんだけど、まあコンセプトは壊してないっていうくくりの中で言うと、一番強いじゃない。ミューズだって悪くないんだけど、なんかあの SS 見ちゃうと強すぎるだろ。横間だったよな、あのビットンとボスの間の横間で削り切ってるし、遅延させてるし、ちょっと強すぎじゃないですかね。別にミューズでいいじゃんって人もいる程度ではあるけど、ロイドフォージャー4でやった方がなんか楽なんじゃないかなって人思ってんだよね俺ね。まあアーニャと、あと奥さんの役の人なんだっけ、あれ名前忘れちゃったけど、あれはねまた別で使えると思うんだけど、とりあえず今回はまあ天魔2がさ、未だに別に壊れてはいないじゃん。正直天魔の中で唯一壊れてないのかな、2は。あとは大体ちょっとねワンパンできちゃったりとかするわけじゃん、場合によっては。2だけはちょっと一番難しいかなっていうね、ちょっと前にも X でポストしましたけど、その2の大適正スマッシュブラザーズデラックスが来ましたね。うん、それロイドフォージャーアルファ、これね明日の昼から来るんですけど、いやーこのタイミングかーって、まあ俺は関係ないんだけど、俺課金するからいいんだけどさ、おじさんは課金するんだけど、無課金ユーザーにはかなり辛い魅力的なガチャじゃねこれ、マジで。まあこれはねポストしましたけど、確保は必須ですね。アーニャもう怪しいし、前回のアーニャは何とも言えない、キンキン使えたんだっけ、ちょっと忘れちゃったけど、何とも言えない性能だったけど、今回のアーニャはちょっとねやりすぎてるよね少しね。超アンチだったらよかったけど、超アンチ16バリア欲しかったけど、まあいいや。そうそうそう、俺ねちょっと話戻しますけど、まずね最初にスパイファミリーって発表された時に、うわースパイファミリーか知らねえなーってちょっと見たことあるんだけど、実はちょっと見たことあるんだけど、面白いだと思ってたんだけど、俺あんまアニメ見ないから知らねえなこれんだよってちょっと思った部分もこんぐらいあるんだけど、よく考えたら俺がアニメ見なさすぎなんだよね別にね、最近のアニメの傾向としてさ、太もも出してパンツ見えそうになっておっぱい揺らしてるみたいな、ちょっとエロで釣ってる、釣って人気なアニメってめちゃめちゃ多いじゃん正直。だけどスパイファミリーってまあちょっと見たんだけど、そういう要素なしにしてシンプルに人気あるじゃん。だからね、まあ実際面白かったし、もうちょっとアニメに寄り添う
のも大事なのかなってちょっと思わされましたね。うん、スパイファミリー知らないって結構やばいと思うんだよね、うん、まあやばいって別に生活の上でね、あの困る困らないじゃとかじゃなくて、やっぱ人気あるってことは面白いってことだろうから、でエロ要素もないし、別にエロ要素は嫌いなわけじゃないよ、エロ要素は大好きなんだけど、まああからさまなエロで人気得てるような感じは嫌いなんで正直、うん、なんだよ楽しやがってって思っちゃうんだよね、ちょっとズルしてるような感じするんだよね。うん、こう考えるとね、スパイファミリーはちょっと見ようかなと思いますね。うん、で1月2日まであるんで、うん、1月2日までだから、今回このガチャを引くべきか引くべきじゃないかは、一旦待ってもいいと思う。だって1月2日まであるから、うん、新春超獣神祭が開催された翌日まであるから、うん、だから今オーブを持っている無課金ユーザー、美課金ユーザーのそこの君は、まだ引かないで、まだ引かずに、ね、あの年内にモンストニュースで、新春超獣神祭のキャラクターが発表されるだろうから、そいつと比べてみて今回のこのスパイファミリーコラボ第2弾が魅力的なのか魅力的じゃないのかを落ち着いて、判断するべきだと個人的には思いますね。なんだよオーブ足りねえよって思ってる人めちゃめちゃ多いと思うけど、今のね、キコちゃんの話を聞いていただければ、まあ、納得ができるのかなとは思いますので、オーブの管理は、皆さんのね、皆さん自身にかかってますので、さっきの考え方に持っていくとねいいと思いますよ。1月2日までスパイファミリーコラボ第2弾あるんでね、はい、急がずに行きましょうここは。はい、ということで、あとは言いたいこと特にないかな。ああ、明日の夜はね、APEX の大会なので配信するので、もしよかったら遊びに来てくれたら嬉しいです。はい。そんなわけで、以上、キコちゃんでした。バイバイ。そうだ、花粉ばらまきおじさんだ。俺だよ、花粉おじさんだよ。やつは次から次へと夜な夜なみんなの家。さあ、どんどん詰め込んじゃおうね。直接花粉を鼻に詰め回っているのだ。やつの好みは杉、ヒノキ、カモガヤ、ネズミ細麦、ススキ、カナムグラ、ウタクサ、ヨモギ、ハンノキ、その他にもあるらしいが、今わかっているのはそれだけだ。季節ごとに分かれてやってくるずる賢いやつだ。やってきた。やつがやってきた。終わりです。